はい、どうも、コミです。さて、本日は関西クラクラクラブからお届けしていきたいというふうに思います。いや、だいぶですね、僕の顔も壁が濡れてきましたね。茶色くなってきました。なんか、肌色っぽくていいですよね。髪の毛だけこれ青のまま残そうかなとか思ってるんですけど。どうですかね。ちょっとね、肌色の感じをこう出していこうと、今、画策中でございます。で、本日はですね、ドラゴン系の戦術もちょっとお話をしたいんですけども、まあ、最近やっぱり牛のクランで、もう煮詰まってきてますよね。2つの戦術に大体集約され始めています。で、今日はそれが何なのかというところをお伝えしながら、おそらくこの2つでもう大体のことはなっちゃうんじゃねえのっていうところをお話ししていこうと思うんですけども、こちらからいこうかなと思います。僕のスキルを1本だけまず見てもらいましょうね。まあ、それは何かっていうとですね、1つは、突撃艦にバルーンでクローン3枚乗せた、まあ、通称スーパーノバってやつですね。S チノさんが開発された、戦術になるんですけども、これがまず1個目です。で、どういう時に使うかっていうところなんですけども、アンホールの周りに結構な高火力施設が大量にある場合です。で、今回の話っていうか、今回のケースで言うと、アンホールありますよね。で、かつここに、投石機、対空砲、まあ、関係ねえな。もう投石対空砲、あと、水塔か。この辺、なんかグランドウォーデン像がありますよね。で、これが結構ポイントかなと思っていて、こんな感じ。レイジかけてクローンをつけていくことによって、はい、こんな感じですね。投石機対空砲、このおでん像っていうのを軒並み折っていきましたね。わかりますかね？この破壊。ここと、この辺と、ここ壊してますね。ここ全部壊してます。こういう。で、この破壊っていうのも実は、この、スーパーノバだからこそできるんですよね。これがね、他の、花火とかだとできないです。ちょっとそれは後ほど、お話をしたいと思うんですが、花火も、このね、2つの戦術のうちのもう片割れです。なので、クローンを使うところは変わらなくて、スーパー外語量を増やす花火なのか、バルーンを増やすノバなのかっていうこの違いですね。ここで、だいぶ話の方がつくのかなというのを最近感じています。で、今はね、これ、いわゆる対策陣っぽい感じの、配置で見てもらってますけども、このね、突撃艦にクローンバルーンかけた、使い方っていうのが、本領発揮するのは、いわゆるこういうやつ、回廊ってやつですね。こういう、ここにこんなタウンホールがこうあるみたいな。こういう回廊って、この辺、この網描いたこの辺に、ものすごくね、高火力の、まあ、投石とかインペとかが、まあ、大量にこう、タウンホールを守るように取り囲んでるわけですよね。で、そこに突入していたドラゴンたちがみんなやられちゃうんですけども、そうさせないようにバルーンで一気にそこを、踏み潰していって、で、かつ、その大量のバルーン見てもらって気づいた人もいるかもしれませんが、罠結構解除してるんですよ。で、この罠の解除もバルーンでしてもらうことにより、後ろから来るドラゴンたちがそこに足を踏み入れても、やられるリスクを下げるっていうところですね。こういうことができるのが、この突撃艦に、クローン、バルーンということで、やるスッパノバの強みなのかなと思います。で、今回のアタック、ちょっとね、編成見てほしいんですが、これ、ここですね。クローンを3枚。この3枚ってのがポイントですね。突撃艦の中は全部バルーン。これは、ロケットバルーンとか、を入れない方がいいですね。まあ、ロケットバルーンを入れずに、このバルーンの一部を、ドラゴンライダーにするのは全然ありだと思いますけども、最近僕、ドラゴンライダー入れるよりも、クローンの呪文をもうタウンホール直上に1個落としちゃうようにしても、確実にタウンホール速攻で壊しながら残った2つのクローンで周辺を壊すっていう役割分担の方が割とうまくいくのかななんていうことを思ったりしていますね。うちのメンバーもそういう風な使い方をしてる人が結構多いんじゃないかなという気がします。で、次はですね、花火を一発見てみようかなというふうに思うんですが、どれだかな、どれにしようかな。これまずミケさんの方からいきましょうね。もう花火といえばもう職人ミケ猫ですね。ミケさんの花火はマジで職人芸なので、もうこれしかやらないっていうぐらいこれを使っている反面じゃないな。これを使っているからこそ、精度がすごく高いですね。細かいところがうまいって言ったらいいのかな。今のこれも綺麗にいってますよね。しっかりと、対空砲、これ、
九時方面のところってのをこれ潰しておきながら、ライティングドラゴンで、そこから一気に、攻めていきながら、イーグルホール周辺を壊していくと。で、クイーンとキングをこの部分ですね、12時方面から3時に向けて歩かっていきつつ、残ったこの隙間の部分、ここにドラゴンたちを流し込んでいき、後ろから突撃艦という感じですね。この突撃艦にもちゃんと、投網かけるタイミングを測ってますよね。焦らずにギリギリのところでかけるからこそ、これトルネが出てきたとしてもなんとかなるというところですね。しっかりこれインビジブルかけてからレイジ、さらにクローンをかけていってインビジを重ねかけていきますね。これタンホールから約3マス手前に落とすっていうのが僕は一番いいと思ってるんですけども、これも完璧にその場所ですよね。こうすることによって、でタウンホールのポイズン効果にはなかなか入りにくい、かつタウンホールをタゲ取らないっていうリスクが減ります。これね、4マスにしちゃうとタウンホールをタゲ取らないっていうリスクが生じるし、2マスにしちゃうとタウンホールに寄りすぎちゃって今度ポイズン効果で、タウンホールを壊した後のバカゴの伸びが、悪くなっちゃうっていうことがあるので、このね落とす場所もマジで絶妙ですねっていうこの、感じで、さっき言った、タンポール周りの施設が何なのかによって使い分けるっていう、この話なんですけども、この相手の配置もう一回ちょっと見てもらうとですね、こんな感じになってるんですね。あのタンポールがあるじゃないですか。周辺に、ある、対空の主要防衛っていうのは、この宝石じゃないわ、対空砲だけだと思うんですよ。クロスボウが2機あって、これヒーローにとっては痛手なんですけど、キングクイーンとかにとっては、だけどドラゴンにはそんな効かないですよね。なのでここにさっきの形で突撃艦バルーンクローンってやっちゃうと、ちょっともったいないんですね。クローン3枠使って壊すにしてはこの辺の防衛って美味しくないんですよ。ここに投擲なんかあった場合は全然違います。ここを一気に投擲ごとバルーンで落としちゃうっていうのはめちゃくちゃ大きな利点なんですけども、そうはならないってこと。あとここに投擲がないからこそなんですけども、花火やる場合ってインビジブルここにかけるじゃないですか。こういう風にかけちゃうから、突撃艦を落とした真下にある防衛っていうのは、しばらくの間ガーゴイルで壊せないんですよね。でインビジがかかっちゃってるもんだから、当然ガーゴイルどころか他のユニットもたげらないっていうことはどうなるかっていうと、もしも投擲機の真上に突撃艦を落としてクローン、レイジ、インビジってやってた場合、宝石が延々とこうね、石を投げまくって、後ろから来るドラゴンとかをゴリゴリやっつけちゃうわけですよ。で、僕のさっきの一発目のさっき見てもらうと、実は、突撃艦落としたその真下にあった防衛って、宝石機なんですね。なので、あれもしも花火、やっちゃうと、結構なダメージを食らってしまうので、なおさら、ノバに切り替えた。要するに、バルーンクローンですね。こっちに切り替えたっていうことですね。これ回廊で本当よくあります。回廊に花火当てようと思った場合に、突撃艦が落ちる場所がどうしても投石機の真上になっちゃうっていうケースが本当に多くって、でそれはねマジで気をつけないと、なんで伸びないのっていうね、ドツボにはまることがありますんで、気をつけてもらえたらなというふうに思います。でもう一本いきましょうかね。これもね、突撃艦バルクロですね。このね、関氏さんがマジでこの職人になってきて、花火の三毛猫、ノバの関氏みたいな感じに今、カンクラナになってますね。そこに割り込んでエースさんっていう方がいらっしゃってね。もう一本目、最後の4本目の動画がエースさんなんですけども、この方も花火がめちゃくちゃうまい。で、ドラゴン系の戦術をかなり最近ね、うまくなってる方。うちに来て急に伸びましたね、そのエースさん。来たばっかの頃って、まともにそのクラン対戦ガチでやったりするところにいたことがないんですよとか言ってたんですよ。でもしばらくちょっと勉強しましょうかとか言ってたら、全然勉強どころじゃないですけどね、こっちが勉強させられるぐらいにゴンゴン上手くなっちゃって、ちょっと僕の立場もねえぞみたいな感じなんですけども、そこの話は置いといて、ドラゴンたちがある程度進軍してから突撃艦ですね。これね、関地さん、こういうとこ、最近すごく丁寧になってきて、これ、トルネード食らってるじゃないですか。で、グランドウォーデンゾもありますよね。これ、もしも突撃艦をもっと早く投げていて、トームが先に切れてたら、アンホールまでこれ届かないんですよね。もうそうならないように、ちゃんと、突撃艦を奥まで進めてから、トームがかかるように調整したっていうところがまず1点と、この、わかりますかね、これ。クローンロード、今こういう風にかかってましたよね。タウンホールの真上に落とすことによって、これタウンホール用ですね。一気にタウンホール壊すよ。これはつなぎです。つなぎ。で、こっちは、キャッターショットがこうでいいのかな。宝石機です。SS 宝石機。これを壊す用の
バルーンのクローンルーロードをこう綺麗に作ってるんですね。これがかなり鬼門で、このくらいの距離に投石機がある場合っていうのはきっちりと、バルーンが届くので、突撃艦バルーンクローンというね、形の攻め方も成立するということですね。最終的には、アーチャークイーンがクローク残した状態で全開ですね。これはスーパーボールブレーカーなんでいるんだこれだいぶ壁の隙間に穴開いてるからスーパーボールブレーカーなくてもいけたんじゃないか説はあります。どっか使う予定だったのかなとあれですけどね、はい、で今回の、関地さんもこれバルーンを Q にしてますね。なんか最近ほんとねバルーン Q が、個人的には安定するかな。タンホールの真上に、クローンを打つんであればこれで確実にタンホールが落ちるっていうことが分かっているので安定するかなって気がしますね。まあ、というところです。投石機の真上に突撃艦を落とす、ことがある場合には、バルーンクローンだし、そうでない場合には、花火を使うんですけども、今みたいに、クローンロードを使って投石機が折れるような、ね、範囲に、あったりする場合には、タウンホールとの距離感ですね。今みたいな形で少し離れていたとしてもこれが使えちゃうということもあります。で、ラスト。でね、この、いわゆる花火ですよね。そのクローンにスパガゴっていうこれが強いなっていうのをまざまざと見せつけられたのがこれかな。今回のこのエーサーが攻めてもらってタンホール周り全く美味しくないですよね。インフェルノが1本あるものの、あとは対空砲が2本か。まあ、こんなもん。対砲とかは別にね、安いもそんなに美味しい施設じゃこの形的にはないわけですよ。で、そこにクローン3枚使うわけには当然いかないので、今回はクローン2枚を使った、なんだ、花火を使っていく。まあ結局インビジブルを3枚持っていくので、突撃艦パートに呪文を託くっていう意味では、まあクローンバルーンもこの花火もそんなに大きな違いはないのかなというふうにもまあ思えるんですけどね。まあ、ただやっぱりそのスパガゴを使った方が範囲としては広い範囲を削れるのは間違いないので、このなんていうのかな、タウンホールの本当に周辺に強力な防衛が少ない場合っていうのはこうやってスパガゴを使うことによって、このね、今これ投石機、腰の投石までこのスパガゴを竹取ってましたよね。さらにこういう風に相手のロイヤルチャンピオンなんかもこう殴ってくれるので、汎用性が非常に高いなというところですね。まあそこの使い勝手を考えて、スパガゴを増やす方を選択するというところですね。で今回ね、タンホールが残ったんですよね。突撃艦結構奥の方で投向かけたと思ったんですけども、ちょっとやっぱりまだ手前すぎましたね。タンホールに、3マスぐらいのところに落とすのが一番ベストだと思うんですけども、倍の多分6、7マス遠くに落っこっちゃったんでタンホールまでターゲットがいかなかったですが、この先日ね、仮に手前に起こっても手前側のこの辺というのももう完全にこう広くねスパゴが蹂躙してくれるので、それを使ってドラゴンたちがまず生き残るというのが1点と、その後ロイヤルチャンピオンを出さずに残しておけば今みたいにタウンホールケアをロイちゃんですることができるっていう、まあ、そういうバックアップも効くっていう点で結構ですね、事故が、起きるときは起きるんだけどもリカバリーの仕方もある戦術になっています。まあ、ドラゴン系みんなそうだと思いますけどね、先にロイちゃん使っちゃうとワンチャン星1もあるんですけども、取っておけるプランで攻めるんであればこういう風にバックアップでロイちゃんを刺すことができる、そこら辺の使い分けができるこの、ノバも花火も、まあ、要するにクローンでバルーンを増やそうがスーパーガーゴルフを増やそうが、そのロイちゃんのリカバリができる点が1点、さらには突撃艦パートに呪文を大量に使うっていうのがどっちも共通していて、で臨機応変な呪文のその使い分けっていうのが不要なんですよね。まあ、不要っていうと言い過ぎかもしれないけど、そんなにドラゴンたちがどこに進む、これからどこに進むから先打ちでここにヒールレイジとか、そういうのっていらないじゃないですか。この攻め方見てて分かると思いますけど。なので、ある程度予定調和で攻めを進めることができるっていう点において、初心者、中級者にとってはすごく扱いやすさがある戦術なのかなと思います。なので、今回はですね、この2つを、使い分けて、タウンホールの周りにどれだけ主力の防衛が密集しているかによって、どっちかを使い分けるっていう攻め方をしていくと、大体ですね、まあ、どんな村も対応することができるんじゃないのかなと思ってですね、
説明をさせてもらいました。まあ、万能性を求めるっていう意味では、おそらくクイヒライドラとか、クイヒを使ったような攻め方の方が、ある程度いろんな、攻めにくい村を潰すには適してるかもしれないんですけど、まあ、クラン対戦とかでね、村を選べたりする場合には、なおさら、この2つを中心に使っていくと、まあ、僕はいいんじゃないかなというふうに思います。非常に難易度が低くて、展開率が高い、さらにバックアップも効くというね、3拍子が揃ったナイスな戦術なので、ぜひね、この動画参考に試してみてもらえればなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか、参考になっているという方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私の、動画な、チャンネルなんですけども、タウンホール12から14まで幅広く、こういうクラン対戦の、解説系の動画、投稿しております。これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。